和政村戦前の和政村和政村は、大正12年に、東京大学関係者によって、群馬県東郡マ群王、桑村北軽井沢に作られた、別荘地。別荘地全体の設計は、西村遺作によるものと言われており、近隣の千ヶ滝や星野温泉の別荘地と異なり、山小屋風のデザインに統一された建物が点在する、洒落た景観になっていた。 昭和3年に近隣にできた法政大学村と共に北軽井沢別荘地の走りになった。法政大学村と違って分譲地ではなく十数人の発起人による共同登記で始められており、格別荘に風呂はなく共同浴場があった。大正2年に旧一校の同窓生らによって和正社が作られ、社会及び国家という同人誌を発行していた。 大正11年に、同人たちの家族の保養のため別荘地を探していた、際に、草軽原鉄から進められ1万坪を購入し、同人だった、大村正夫や細貝摩作にら13人が別荘を建設した。土地は、共有資産として、和ズ雄と名付け、食料も共同購入するなど、独自の運営方法を取り、夏季学校なども開催した。なお、和ズは、 天下を正すという意味、ありがとうございます。